神戸学院大学法学部の教授の上脇博史です。今回の衆議院解散総選挙というのは裏金解散総選挙だと私は言ってます。自民党ってもう裏金なしには政治ができない、政治だけじゃなくて選挙もできない、そういう政党になり下がってます。企業献金は受け取る、政治資金パーティーで裏金は作る、それをやってきて、それで選挙で勝った。で、6月の法律改正見ました？政治資金パーティーを禁止してません。企業からの政治資金パーティー購入も禁止してません。企業団体献金も禁止してません。ということは、裏金を作り続けたいんです。企業は収支報告制度がないので誰もチェックできない。裏金を作り続けたい。そういう政党なんですね。で、自民党政治ってなんで裏金を作るかというと、格差社会を作ってきた、貧困層をたくさん作ってきた、そして戦争をできる国づくりをしてきた。だったら支持する人がどんどん減ります。党員も減ってきました。だから裏金で買収したり、買収一歩手前の公職選挙法違反の寄付をするために裏金が必要なんですよ。それに全く対極にあるのが共産党。政党の本質が見えてきます。裏金から政党の本質が見える。ここにですね、日本共産党の値打ちがある、私はそう思います。あの、裏金の本質は何ですか？それは政党の本質なんですよ。自民党自身が自分の首を絞めるような政策政治をやってきた結果が裏金政治。そこの本質を見ないと、なんかあの怒りがね、なんか表面的になりかねなくて、本当に政治を変えるという意味も込めて裏金問題を考える。自民党自身が裏金議員から全く関係を断っててないんです。公認しなかった人も追加公認する可能性があるわけですね。で、将来はあの要職につけると言ってます。つまり裏金議員とかに注目するんじゃなくて、裏金政党だと、そういう評価をして、やはりあの今度の選挙には重大な2票投じる必要がありますね。裏金政治を否定することは今までの自民党と公明党がやってきた政治を否定することになる。その対極に日本共産党がある。その議席を伸ばさなかったら日本の将来は変わらない。政治をやっぱり諦めないで、とことんですね、いい方向に変えていくんだという一票をね、多くの国民の皆さんに投じてほしいですね。